はい、どうも皆さんこんにちは、こしあんです。はい、静まっちゃっていきます。吉野とあのクイルクエンの動画で、ここまで落ちました。めちゃくちゃ負けました、特にメルベユーロに。はい、ってことでメルベ借ります。本当に環境っていうか、もう今のオセロニアを荒らしてる元凶の駒を駆逐していきます。ってということで時勝使います。チャンネル登録がまだ遊びでない方は、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは対戦が始まります。はい、対戦よろしくお願いします。メルベじゃないんかい。さっきまでメルベと6連続ぐらいで当たったんだからメルベ来てくれよ。ないでしょ。さあ、あなたのアポロンはアルトが入ってるんですか？そこだけが僕気になります。おっと、そのあるカードカップ戦以外で初めて見ましたね。とりあえず捨て買いをします。いらないんで、B ゴマはさっさと捨て買いをです。で次に、まあロンレイですね。ロックが来なければ、まあ暗黒のねアポロン、まあアルトを出されずに捕食していけばまあどうにかなるんで、まあね、すごま連打されなければの話なんですけどね。やっぱウィブサニアとヒンマンもこの2枚置かれるときつい。 OK、 C 打ちのウィブサニアのヴィーナスはまだあれですね。ここでは捕食しないんで、まあこうでいいですかね。一応あのカットもしとかないと、あの呪いのダメージでどんどんやられてっちゃうので、ジリアンとか置かれる、うん、コンボ封印か、それきついな。はい、シェンメイ、じゃあまだこっちじゃないから 1.7 まあこっち行きますか。捕食捕食、相手全然ダメージ食らってないな、やばいな。27ありますね、まだ。まあ捕食していきましょう、ゆっくりと。シェンメンも引けちゃってるんでね、OK です。はい、ここで何が来る。はい、ドゥンラー、ドゥンラーか。いや、まだですね、ライフォート打ちますか。で次ドゥンラーですかね。とりあえず相手の毒打ってくるやついなさそうですけど、リッチぐらいしか。イオンかなって勝手に思ってるんですけど、あ、もしくは、あ、出た、出ちゃった、金馬も止めるか、止めるも来ますか、どう置くか。これもうこっち置いちゃっていいんかな。あれ1個上だったか。まあいい、まあいいか。とりあえず吹き飛ばすムーブでどうにかしたい。ハルいて、そして全然ダメージでね。まあこういって、まあね、相手がね、このロンレイを取りに来るムーブをしてくれるんだったら、まあ、僕は金マモを取りに行けるんでいいんですけど、まあ、そう簡単にはそんな、ね、動きはしないと思うんで、貫通だな、ガランドが引きて、ロックか、まあ、ロックならいいですね。どっちだこれ、これどっちだ。こういっ、まあこっちか。回復できるときに回復しときますか。いって、リナス当てます、これ一旦。もうなんか取りに行ってもいいような気がするんですよね。さすがに飛ばないでしょう、まだ。
アポロンでも。多分大丈夫。で、アポロンで大ダメージ出されても、ルンラーとシェンメイのコンボでどうにかなるんで。早く、さっきからシェンメイを全く引いてないんですよね。どうにかしてほしい。OK。それは OK。いや、もう取っちゃいますよ。ポイブンとかーい。とりあえず2倍出せる駒置いときます。はい。これで相手もヴィーナス打ってますしね。ここまで回復すれば、まあリブサニアとか打たれても1回は耐えれますね。通ると、おお通る、懐かしい、最大出ますね。ってことでマシェム引いて、ジリアンかーい。ここは、まあ、X に行って捕食でいいです。はい、ナイス捕食で、次まあジリアンとシェンメイのコンボでいいですかね。どんだけシェンメイ引けないんだいって話なんですけど、いった、シェンメイ来い、来たー。一撃のもとに粉砕しましょう。いけシェンメイ、シェンメイにシェンメイのコンボつなげて3枚返し、28000、火力がおかしい。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ殴りかーい。まあ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 殴り、へい。これはですね、取っといた方がいいですね。ムスタバは僕の勘ですけど、絶対にこう罠はあるんで。で、2手目ジリアンと、もうあれですよ、仕打ちジリアンですよ。やっぱ罠あるじゃん。あ、まだか。はい。いや、これはもう仕打ちジリアンですね。行くしかない。絶対に踏み穴なんていうのは入ってないと思うんで、お相手に。入ってたー、フルーファーあるんかーい。マジかよ、コンボないのに、そういう駒入れます。まあ、いっか、しょうがない、しょうがない。いざ、岐阜、岐阜。岐阜ですね、岐阜県民。ダメージがおかしいって。トネルムか。一回ムスタバで回復します。はい、はい、ナイス回復。これですね、あのテラガイオとか引いちゃうとやばいんですけど、まあ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 、トネルム。それ何やばいって、ドゥンラーは。いや、マジ、この駒、イザギフに当てるのがいいんでしょうけど、無理です。取れないんで、こっち取ります。苦渋の決断しました。うわ、石引いちゃった。罠と、S 罠と、ガルムっぽそうなんか。OK、シェンメイ来た。一旦ね、一旦。これ、どう行くべきだ？こっち行って、こっち、こっち行くと、あ、もうこうか。ん？あ、S バネじゃないか。そうか。あ、そうだ。忘れてた。バフ乗ってるんだ。バフ乗ってるんですね。忘れてました。まあ、X に来ると思うんですよ、左上の。でも大丈夫。シェンメイがいるんで、ここまでバフ持っていけば、相手のワンコンボぐらい耐えれますよ。ってことで、さあ、どう来る？はい、来ましたね。4400。火力おかしいって。まあ、シェンメイ来ちゃえ、もう。リンドか。リンドですか。待って待って、これどうしよう。いや、こっちだな。まあまあまあ、相手コンボ上がっ、あ、マックスなんかこれで、まあ、1.3 倍しか出ないんで、これで一旦返してもらって、サタン、オッケーオッケーオッケー、ナイスです。で、シェンメイを引くと、まあ、この1枚引けちゃえば一撃で持っていきます。おかしい。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。キタメルベユール駆逐してやる。先行かい。まあいいや、
メルビュール、お前を駆逐してやる。俺はさっきどんだけメルミに負けたことか。これが英雄の力だ。はい、とりあえずまあ即とネルムでもいいんですけど、まあお相手の駒によりますか。ネルベでしょ。んー、さあ何を引く。はい、うわジリアンか。うわどうしよう。まあトネルムを置いちゃうか。あやばい、ミスった。僕の時勝まだ上げてなかったスキル。あスキルじゃねえ、プラス振ってないでやばいんですよね。こロックで釣られちゃうんで、ほらやばい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 って。絶対神明引くなよ、絶対神明引いちゃダメだよ。オッケーセーフ。危ねえ。しかもここにルキアはすごいありがたいですね。だからあのちゃんとこの時勝にプラス50触れてればこの怖さがないんですよ。今はめちゃくちゃ怖かったですけど、オッケーイバンシーは大丈夫。2枚返しですかね。これはもうここら辺寺ヶ谷君来てくれてもいいんですけど、はいどうぞ。まあ2枚返しですね。大丈夫大丈夫。まあそう簡単にハロカードも打とうと思わないでしょうこの盤面ね。ここで一発こうコンボ封印とかそこら辺で。オッケーオッケー。リリアスこの前僕も当たったんですよ。まあでもメルベユール持ってないから何もできないんですけど、うん、オッケー。じゃあジリアン置きます。これでねもっとバフを盛ると、もうこれいつシェンメイ引いてもあなたを飛ばせますよという意思表示ですね。これでまあこの進行すればね盤面もある程度取れていけるんで。その罠は何ですか。じゃあムスタバで寺がいよー、がいよかーい。まあ寺がいよでいいですね。まあ、これでもう2309捕食できると、普通の英語学びに捕食できますからね。これでで相手ルキア当ててくるか。まあ B6 に何か強い駒、ルシファー、やめろって。僕が気持ちよくバフしてたのにそういう。サブルシファーは、まあいや結構下がりますね、ルシファーされると。まあいいでしょう、捕食してシェンメイを待つ。来ないですね、なんかシェンメイが。ちょっと早く来てほしいんですけど。はい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 、危ねえ。いやーデバフばっかですね。まあまあまあ、これ一旦ね、これ一旦もうランドタイラントですよ。はい、取るだけなんで、こんなもん取るだけですよ。こんだけ捕食されてもこんだけバフ持ってれば3000は捕食できますね。でこれでもう相手どこ行ってもコンボつながっちゃいますよ。まあ打つなら1枚返しに抑えたいっていう気持ちはあるんじゃないですか。まあただね、もう相手はもうシェンメイを引いてるんじゃないか引いてるんじゃないかっていうこの怖さしかないですからね。まあ僕は普通のシェンメイ引いてないんで3周年シェンメイなんですけど、リンドが出ちゃうこれ。まあいいでしょこっちでもうバカ捕食ですよここまで来れば。もう捕食してするだけバカみたいに。でシェンメイでも飛ぶかなこれ。5枚返しの 1.7 倍、中に周年シェンメイでも飛びそうですね。ただ普通のシェンメイ引きたいっていうのがある。来たー、はいシェンメイドーン。はい、語彙力がなくなるほどの火力。はい、対戦ありがとうございました。
はい、大勢よろしくお願いします。マデッキと暗黒でかるぜ。もうどうしよう、戦命落ちたくないんでライフォート捨てます。また捨てます。で次にまたなんか、まあ、捕食駒だったら風車でいいですかね。吸収と、さあ何が来る。あんまり仕打ちはね打ちたくないんですけど、ムスタバか、じゃあし、うん、風車でいいかな。で次にまあジリアンでいいですかね。ロックとかされない限りは、まあ言うてエンマですね。オッケーオッケーオッケー。いやーこの吸収を抑えられるのはでかい。リンとか、じゃあまあこれでももう1000食らっちゃってるんですけどね。はい、ジリアン置きます。お願いだからあのミラとかを置かないでほしい、それだけです僕は。アビス、オッケー、ジルドレ、全然全然いいですよそれは。シェンメ引いちゃったな。一回捕食しときますかバカみたいに。ちょっとね次ぐらいにねあのミラ置かれる可能性があるんで、とりあえずあの捕食できる時に捕食しとくと。罠、罠なら OK。クーロンレイですね。バフ持ってきます。エクゾディアムーブですね。で相手はそれは特殊かな、リリティエドかそこら辺な気がしますんで、でその罠とそっちはマイティかな、リリティエマイティと見ましたよ僕は。ってことでまあリンド置いといて、違うレニアドかフミヤナか、フミヤナの可能性もありますね。でもしくはサスターシャと、まあ飛ばしますか。あー飛ばしちゃいますねもう飛ばしちゃいますね。あーおかしいってシェンメ強すぎさっきからさっきから軽く2万出してますねこの駒。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ほう、耐久と、あ、高校は引けたのは OK。 耐久かー、長くなりそうですね。盤面を取っていかないといけないんですけど、まあそこまで耐久がうまくない僕からどうなんでしょう。まあ、ルンラーはいらないかな。あとあとトネルムとロンレ引けると思うんで、まあルンラーを捨ててもいいかなという僕の見解です。言うてねそこまでダメージ食らうわけでもないんで、仕打ち、仕打ちだったか。ホイムーンと、まあコンボ強い方置いときますか。オッケーオッケー。さあどんどんバフを持っていきましょう。まあね、シェンメイを引ければ2万ぐらい確実に吹き飛ぶんで、クロードか、まあ、ホイムントでいいかな。とりあえず B2 に行きますか。でお相手がどう来るか。まあそうか、そう来るか。はい、どうしましょうこっから。あ、ジリアン来た。じゃあ一旦 B4 にエルケスで行って、で捨て、
で D5 かな、お相手が来るの。さあどっちでしょう、 D5 か、あ、そっちか。そう来るんだったらどうしよう、ジリアン置いちゃっていいかな、 B1 に、こうでいいですかね。でこっから相手がどう来るかだな、どうしよう、ああそう来ると、マジか、そう来るのか、そう来るならどうしよう、どっちどっち行くべきだ、こうしときます、俺の本気が見たいの、角取るんですかね、お相手これ。当たるんだ、角。角取るんですね。ほうほうほう、角取りと。まあいい感じじゃないですか、こうなれば。僕も角取れるんで。ムスタバ。ムスタバじゃねえんだよな。ただここには一応コンボ強いの置いときたいんで、中入って、いやダメだな、相手めっちゃ回復してんな、どうしましょう。まあ言うてもね、どん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 詰めていけるんじゃないかとは思うんですけど、どうすんだお相手さん、お相手さんどうすんだこれ。まあ A4 とかに、まあ、置いてきますね。じゃあ角取っていくだけですよね、僕は。この戦目置きたくねえな。どうしようこれ。角取っちゃっていいのか。いや、こっちか。こういって、で、相手はまあ、そう打つじゃないですか。もう相手打つところどんどんなくなっていきますからね、これで。で、ダブコンで吹き飛ばせば。シェンメ来いよ。シェンメ来いって。あ、こう思うとここ。いや、ダブコンできるんだったら、ここあれでしたね。ランドタイラントじゃなかったですね。ちょっとミスりましたね。まあいいや。違うところでダブコン作りに行きます。ここじゃないですね。ガイオ、お前ガイオかい、来んじゃないよ。こっちでダブコン作りに行きます。はい、オッケーオッケー。でもうどうにかしてぶち込みたい。冷やそう。冷やそかい。冷やそはやめい。きたー。ですね。どうする？まあ、こうか。もうさすがに持ってないでしょう。もうさすがにデバフなんて持ってないんじゃないですかねえ。もうさすがにないでしょう。テラガイを取ってください、もう。ねね、取ろ、取りましょう。僕にダブコを気持ちよく決めさせてください。あざーす。ダブコン決めます。ぶっ飛ばしたいと思います。レッツゴーシェンメイ。はい、強すぎですね。はいはい、バカ力。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。おー、ラニと何かい、最後は何かい、強っ。テラガイを呪えって。呪わないのかい。
まあ概要からいきますか。はい、捨て概要。仕打ちかなこれ。残念ながら仕打ちするしかないかもしれないですね。まだわからない相手の駒に。いや、それなら仕打ちしなくてもいいかもしれない、次の駒によっては。はい、大丈夫、倒すべき時は見えてる。くそ、この一撃で。まあこうか。まあ普通に進行してほしいっていうのはあるんですけど、ちょっと引きが強すぎる。これダメな引きですね。ダメな引き強です、これは。まあ OK。いやー、これどうするべき。トネルムか、一応トネルムか。いい引きだけど悪い引きっていうのあるじゃないですか。暗黒で今それ出ちゃってますね。オッケー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 、痛いけどオッケー。デバフされた分は、これどうします。まあまあまあ、ジリアン置いて。まあこれ相手体力的にどうなんでしょう。これバハムート1枚のような気がするんですけどね。ただ2万5000まだ飛ばせない。いくらリーチ OK。 いや強くない、お願いします。なんかんガランか。いやガランは取っといた方がいいな。まあとりあえずこう、とりあえず捕食はしていかないといけないんで、捕食しましょう。3枚返し許容かな。 X、 その C5 に何が来るか、もしくは B5。 ラムシットか、それ取らないとだな。いやー待って待って、それどうしよう。まあこうだよな、ちょっとこれで許容しないと。耐えれるか、9700、どうなんだ。頼む、耐えてくれ。いや耐える、耐えるけどな。いや無理、いや無理、耐えるけど無理、無理だけどちょっとかけるか。相手がバハ持ってたら GG ですね。しょうがない。いやバハでも飛ばんか。 OK。 あぶねー、持ってるんですよ僕は、チェンメイを。すべてチェンメイで吹き飛ばすと。あぶねー、勝てたー。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦終わりました。暗黒戻ってきました、ダイヤモンドマスターということで、シェンメイで全て吹き飛ばしてきました。シェンメイ気持ちいいですね、決まると。まあ暗黒なんで、やっぱ暗黒強いですね今の環境。もうマリッキでメルベとか当たったらもう暗黒使うしかないでしょう、勝ちたかったら。ってことで暗黒でやっていきました。今回の動画は、まあ前回の動画で負けすぎたので、マレッキね8つ当たりするために時勝の暗黒使いましたってことで、今回の動画はこれぐらいで終わりにしたいと思います。よかったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではさよなら。